待ってまた忘れちゃった。西田さんありがとうございます。葵ちゃんさんありがとうございます。すいません、ちょっと、あの忘れ物3分過ぎちゃうかな。いや、それもちょっと 3分でいけるかな、わかんない。のりさんありがとうございます。どうしようかな、ちょっとね、ちょっと3分いくだけ言ってみる。あのなんかコメントで藤野ココハは今忘れ物を取り行ってるため不在ですみたいな。そう、これなんかさ、自分でさコメントできる機能欲しいよね。あ、テロップでしたらいいな。今日 AKB ご飯、はい、AKB いやあるからね。あ、帰ってこれますよ、あの気合で帰ってくるんで。ただいま戻りました。意外と楽勝。あ、コメントありがとうございました。青山優さんありがとうございます。 MJ さんありがとうございます。あ、ただただいま戻りましたので、ちょっと隣の部屋にクリ行っただけ。リカさんありがとうございます。あら、まあ、音がでかい。あおいちゃんさんありがとうございます。メンテさんありがとうございます。でさ、ちょっと待ってよ。あ、待って、今ルアちゃん配信してる。でももう1時間もしてる。あ、これやっぱ無理か。あ、よし、長いね、もうあと1週間と何日か、うん、あと1週間、あと、あ、1週間と1日、8日か。そうそう、話あれ、 AKB なんかさ、あ、チーム8さんが活動をおやめになるということでびっくりやなけど、
愛知には内緒で、そんな言わないから別に私。ちょっと待ってね、今コメントなんか遡ってるから、あ、そうだ、チームメイト活動休止、休止、トレンド見て知って、あ、青山由さんありがとうございます、びっくり、でもなんかもう兼任の方行くならまあまだ活動はあるから、デイトナシックスさんありがとうございます、休止？休止だったっけ活動、なみちゃんさんありがとうございます、 AKB さんも、なんだろう、でも何発表するかな、なんかやっぱそういう大きなところは大体重大発表で、今武道館でしょ多分やってんのが、あ、卒業？いい。でもあの大きな舞台卒業のあれってことで、朝ごはん食べました、朝ごはん食べた、ちょっと待って調べたいものがありまして、あれは でも、あ、まだ9時か、朝ごはん食べて、で、なんだろう、でも男女が一番あ、本当です、誰がいるんだろう、でも1、2、1、数えるのあれか、でも言うてすそんな3人ぐらいじゃないかな、うん、多分言って3、4人私の記憶ではね、そんぐらいしかいないよ、
ですよね、3人ですよね。でもさ、多分本来だったら4人とかいるんだよね。憂鬱なバラさん、ありがとうございます。うん、でそういつもだったら4人いるの、壇上には。あのソンミンさんはで今日は1人まだいないらしいから。そうな、今日はでもね、今なんか見たことある人1人だけいるかも。ニュースのばあさん、ありがとうございます。そう でもいつも別にいつも来る人は3人かな。今日はたまたま、寝てるのかもね。なんだろう、部員さんの出席確認。いや、あー、うん、最近行ってないから分かんない。 誰がソンミンさんか、別にあ、その知らなくていいよって思うかもしれないけど、なんかさ、なんかソーミンさん、ソーミンさんだって、ソーミンさんだってよ、急にコメント してきた。アボダ、本戦はお待ちしておりますって。うーん、でもアワダは、うん、目玉焼きかたぬきか、あのなんか旗みたいなのは、そうソンミンさんなんだと思いながら、本線お待ちしております。うん、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 ね、私は目玉焼きしか持ってないけど、まだ、あ、できた、もう一人追加できた。今フィッシュさん、ありがとうございます。このパンダさんもソーミン、あー、知ってますよ。でもね、今ソーミンさん一人増えたから、ソーミンさん一人増えましたから、壇上のソーミンさん。さあ、あの増えてますので、増えたでしょ。でもね、なんか言っても、あのでもね、あの来る時と来ない時ある。あ、あって15分怪我しましたって、ぬいっぺさん、ありがとうございます。あって、なんか
タヌキになってる人いるんですけど、カニからタヌキになってる人いるんですけど、あ、なんかしかもなんか違うやつに変わっちゃった次。65日目でー、あ、なんかまだタヌキになった。私もさ、あのタヌキの豚欲しかったな、やっぱなんか江口ほがちゃんのあのね、そう、そうみ増えた。あ、でも誰が来るんだろう、いつもたまに来る人もいるけど、でもね、私はほんの、うん、久しぶりに会った。でもあのへから始まる人もたまに来るんですよ。たまにだけ。コメントしに来に。待って。ショールームさ、なんか見てると、なんか増税に似てる人いる。メロイエローさんありがとうございます。8割ぐらい。でも8割ってことは40回以上私の配信に来てるってこと。なんかさ、累計のランキング見るときにさ、訪問回数さ見てさ、多分なん私の66? か。そう、なんか多分何か言ってるのか、なんか分かる。あ、でも30位までしか分かんないの。累計、あ、でもまだ見ないけどね、その累計ライブランキング。あ、でもこれなんか30位までしか見れないから、私からはそんなわかんないんだけど、でもなんかこのランキング見る限り66が一番多い人
で多分66ぐらい知ってるんだろうね配信。一回聞いてもう一回言い直しますってこともあるから。ミルンクラゲさんありがとうございます。ベストダイス30やれるように頑張るぞって。それはね、なんかこれ自分で見えるのかな、この子の配信は何回行きましたみたいな。まあ、なんかまた変わった。あおちゃんさんありがとうございます。自分で見えるなら見てもそんなあれか。どうまあ、自分では見れないよね。と私のそうだよね、多分30以内に入らな分からんよね。ああそういうしなげポイントわかる。そうなんだ。そうあのさあのなんだったっけ、あのこの前言ってた、な自分で自分の配信にギフト投げるってことはなんかできないらしく、でも多分ポンポンプリンとかシナモンとかサンリオのキャラクターのギットはもう余るほどあるから、余るほどでもないけど結構あるから、もう全部もらってるから今一応さ、どれ投げようかなって思ってて。そうそう、で自分のあれはやっぱ無理らしいか。え、それセルフ投げれなかった。え、いいじゃん投げれたって。なんかね投げられないらしい。サイニャンさんありがとうございます。どうしようかなって、誰に投げ行こう。ビルーンクラゲさんありがとうございます。今は何個あるんだろう。サンリオ、20個ずつか。今20個。あ、おはべよってベルちゃんのファンの人。あ、そうそう、ゆいなとハンちゃんがクロミちゃん欲しいって言ったから、まあ、最悪そこに投げ行く、最悪っていうか、あ、投げ行くかと思って。でもね、それ以外やさ、でもさ、もう自分で投げたい、自分に投げたい役あるからさ、
どうしようかなって。な自分にないな、いやそうでもね、なんか自分の配信に行くとこのみんなから見えてる側じゃなくて私から見えてる側の配信のなんていうの、配信者側の画面になるんだよね。だから投げられない。あ、最悪は聞き逃してください。最悪じゃない。じゃあ私のハンちゃんにやろうかな。ハンちゃんどうしよう。美咲、あ、いやハンちゃんにしよう。ハンちゃんとユナに半ずつ投げとこう。だってもう HKT 超絶おじさん、あ、おじさんって言ってるわけじゃないですよ。名前はそういうわけだから、それだから。ありがとうございます。私は田中久美さんの知り合い。9日だから何か投げないと。で今8からだから、まあ投げられなかったらもう捨てるしかない。シンさんありがとうございます。でも投げられないから、まふちゃんさんありがとうございます。なんだっけな、初めて見たって。なんか腰集めにやしてくれてたってことかな。おねがげ、あー HKD もね。フィッシャーありがとうございます。私そう昨日ねめっちゃ遅くに、あ遅くじゃない、めっちゃ早く寝て、今日めっちゃ早く起きれた。今日は6時に起きて
なんかでも昨日のミナが LINE くれてたんだけど、昨日はなんかミナが10時40分くらいに LINE くれてたんだけど、多分それ来る前には気づかなかったか、それ私ね結構気づく早い人だから、気づくアッケなの、あの LINE が来たっていうのでも気づかなくて、だからそれまでには寝てたってことなんですよ。だから6時に起きて、そうなんかたまたま起きたらなんか6時で、そっからゴロゴロしてみたいな。いや、あ私もねこんな早く起きることないからさ、なんか仕事時間 朝めっちゃ早いですとかなっても絶対6時半とか。それ私めっちゃあの健康的なあれを生活してて、そうめっちゃ今日早く起きて、でもなんか早く起きても別にやることないから暇なだけだから、あそれでもなんか今日はあのなんだっけな、あれがあるんですよ、あの、あの土曜日に更新される漫画があって、それいつも見て、いつもあの土曜日になったらいつも見るっていう、そうそれがを見てて、見てあのあってあのやばい、タイピングしてたの前じゃった。いやなんかさパソコン開いたらさやりたくなっちゃうんだよね、なんか タイピングゲーム的な。したくなって、私めっちゃもう一回だけ、あ、うん、なんか1年の時に学校でみんなの点数がテストの点数が悪すぎるから、悪すぎて先生はそんなみんなに悪い評価はつけたくないのでみたいなこと言って、タイピングを してなんか早くできたらその人はいい得点がもらえます、点数評価がもらえますのでみたいな、技術の時間にねあったから、先生優しい、なんか優しかったその時なんかもう、あ違う間違えました、あのね私違う、技術が悪いんじゃなくて家庭科と技術って同じ評価だから、家庭科の点数悪くて、だから技術で少しでも点数上がるようにってそうなったんだ、なんかみんなのテスト家庭科のテストが 悪すぎてっていうほど悪くはないんだけど、まあ、悪かったから技術の先生が少しでもあの技術の授業で点数上げられるようにみたいな、上げられるようにみたいな感じでしてくれた。
じゃあ1回だけねするわ。うん、待って、あ、最悪パソコン、あの、なんか技術の時間にあるパソコンの授業、なんか作るレポート書いたりした。ああもうなんかタイミングって一回間違えるとさ、もうやり直したくなっちゃうからさ嫌なんだよね。そう、一回間違えるともう無理、やり直したくなるすぐ。でも私多分そういう人だからさ、なんか一回間違えても最初が引きたくない人だから、あ、もう嫌だね。